アイボールとは IHI アロスペースが自社で開発、製造した大気検査突入による再突入機体の破壊を観測するための装置である。直径は4 0センチメートルの球体、重さは 21kg。球体の一部に写真撮影のための丸いガラス窓が付いており、眼球を連想させる形状であることからアイボールと命名された。 再突入データ収集装置アイボールアイボールは2012年7月21日、HIIB によって打ち上げられた宇宙ステーション補球機、コウノトリ3号機に搭載されて、国際宇宙ステーションに輸送された。2012年9月12日、HTV-3 が ISS を離脱する直前に、星出秋彦宇宙飛行士によりアイボールは起動され、加速度監視状態となる。 2012年9月14日14時27分、アイボールは HTV-3 が大気圏再突入のためのマヌーバーで発生する減速加速度を検知し、これにより主電源を投入して内蔵コンピュータを起動した。アイボールは時速 28000km を超える速度で大気圏に再突入する。 HTV-3 の機体外部から HTV-3 が破壊されていく様子を画像に収めた。その後、空力加熱による HTV-3 の破壊に伴って HTV-3 から様々な搭載品や部品とともに自然放出されたアイボールは単独飛行を開始し、破壊されていく HTV-3 を今度は機体外部から撮影した。 単独飛行を続けるアイボールは、やがて大気により最大減速に達したところで、球場ヒートシールドの切り離しを準備。この時の機体の表面温度は、摂氏2000度を超える。さらに単独飛行を続けるアイボールは、地上高6000メートル付近に達したことを、加速度で検知して、球場ヒートシールドを分離機構によって切り離し、フローテーションバッグと呼ばれる浮き袋に包まれた。 通信機及び内蔵コンピュータ等の電子機器のみとなる。フローテーションバッグと結合されたパラシュートは予定通り展開され、これにより急減速したアイボールはゆっくりと降下を、はじめ、2012年9月14日15時3分ごろ、成型129.017度、難易51.867度の南太平洋に着水した。なお球場ヒートシールドは切り離す際に、 パラシュートとフローテーションバッグを引き出すためのドローグシュートとして利用している。またフローテーションバッグは着水と同時に海水との反応で膨らみ浮遊する仕組みとなっている。アイボールは写真の他にも内蔵コンピュータを起動後、事故の減速加速度、角速度、機体の温度とかなり高い高度から GPS による事故位置を計測しており、南太平洋に着水後、 フローテーションバックで増えるしながら通信衛星を使用し写真を含めたこれらのデータすべてを日本の北海道大気町へと送信した。2013年8月4日に打ち上げられた宇宙ステーション補給機、コウノトリ4号機においても搭載され、補給機とともに9月7日に大気圏に再突入した。加速度や位置情報等のデータを取得したが、参考情報として、 取得予定であった他のデータの一部に欠損等が確認された。運用については、独立行政法人宇宙航空研究開発機構と株式会社 IHIAerospace が共同で行った。2012年9月23日 TBS 系列夢の扉にてアイボール初回ミッションのドキュメント番組が放送された。IHIAerospace 宇宙技術部宇宙機システム 質の森崎広た武しら開発人を追ったものである。ありがとうございます。